フランシスコ・キコ・カシー・ジャコルテスは、スペイン・カタルーニャ州、アルコベル出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・エルチェシエフ所属。ポジションはゴールキーパー。2000年から2007年までレアル・マドリードの下部組織に所属していた。2007年に、RCD ・エスパニオールに移籍して、プリメーラデビューし、エスパニオールでは公式戦126試合に出場。 2015年に、古巣のレアルマドリードに移籍、カタルーニャ州タラゴナ県アルコベルに生まれた。当初は、地元のジムナスティックタラゴナの株組織に所属したが、13歳だった1999年に、首都マドリードにあるレアルマドリードの株組織に移った。2005年には、レアルマドリード C から、西軍ダ・ディビシオンのレアルマドリード B に昇格したが、2005から06シーズンは、 ジョルディ・コディーナとダビド・コベーニョの後ろの第3キーパーに過ぎず4試合のみに出場した。2006年には正キーパーだったコベーニョが移籍し、カシージャは出場機会の増加が見込まれたが2006から07シーズンにはコディーナが正キーパーとなり、年下のアントニオ・アダンがコディーナの控えキーパーとなった。カシージャはシーズン最終戦が唯一の出場機会となり、 チームは、セグンダディビシオン B に降格した。2007年8月、自由契約になって、地元カタルーニャ州にある RCD エスパニオールに移籍した。この際には保有権の50%が、レアルマドリードに残されている。2007から08シーズン当初は RC、RCD エスパニオール B でプレーしていたが、2008年1月20日のレアルバリアドリード戦で、トップチームデビュー。 本来の正キーパーであるカルロスカメにはカメルーン代表の活動で不在であり、先発出場したエニャキラ・フエンテが後半開始2分後に負傷したことでカシージャに出場のチャンスが回ってきたのだった。同1月にはアーセナル FC がカシージャに興味を示していると報じられた。2007から08シーズンは4試合に出場した。2008年には クリスティアン・アルバレスが加入し、カシージャはカメニとアルバレスにトップチームから締め出された。2008から09シーズンはセグンダ・ディビシオン B のカディス CF に期限付き移籍した。カシージャは出場機会を増やし、カディスはセグンダ・ディビシオン昇格を決めた。2009から10シーズンもカディスへの期限付き移籍が延長され、セグンダ・ディビシオンでもほとんどの試合に出場したが、 チームはセグンダディビション B に逆戻りした。2010から11シーズン開幕戦はエスパニョールのトップチームのベンチで迎えたが2010年8月31日にセグンダディビションの FC カルタヘナに期限付き移籍した。シーズン終了後にペリコに戻ると2011から12シーズンはアルバレスとセイキーパー争いを繰り広げた。2013年に このアルゼンチン人キーパーが去ると、カシージャは不動のスターターとなった。プリメーラディビシオンで完全にポジションを掴んだのは27歳になってからだった。2015年2月にはプリメーラ通算100試合出場を達成。2015年2月1日のセビージャ FC 戦では、ペナルティエリア外でイアゴアスパスのシュートを手で引いて退場処分を受けたが、 2014から15シーズンは出場停止試合以外の37試合に出場した。2013から14シーズンと2014から15シーズンのセーブ数の合計ではリーグ1位だった。エスパニョールとは2018年までの契約を結んでおり、契約解除金は2000万ユーロに設定されていた。2015年7月17日、カシージャは レアルマドリードと5年契約を交わした。エスパニョール移籍時にもレアルマドリードはカシージャの保有権を50%所有しており、買い取りオプション行使の可能性を予告していた。エスパニョールは一度400万ユーロのオファーを尻けており、これを受けてレアルマドリードはオファーを600万ユーロまで増額したとされている。移籍金は420万ユーロとも報じられているが、 正式な金額は明らかにされていない。レアルマドリードはイケルカシージャスが退団し、信頼のおけるキーパーを探していた。しかしレアルマドリードでは、ケイロルナバスの控えに止まり、2018年夏にティボ・クルトゥアが加入すると、第3次 EK という扱いになり、退団が報じられた。2019年1月17日、チャンピオンシップのリーズユナイテッドに完全一席。 契約期間は4年6ヶ月。2019から20シーズンは守護神として出場し、プレミアリーグ昇格に貢献したが2020から21シーズンは若手のイランメリエにポジションを奪われ、わずか3試合の出場に止まった。2021年7月12日、エルチェ CF へのローン遺跡が発表された。2014年8月29日には、 ビセンテデルボスケ監督によって、スペイン代表に初招集され、9月に開催されるフランス戦とマケドニア共和国戦の23人のスカットに選ばれた。この際はイケル・カシー・ジャスト・ダビド・デ・ヘアの後ろの第三キーパーという位置づけだった。10月のユーロ予選、スロバキア戦とルクセンブルク戦にも招集されたが、この際にも出場機会はなかった。11月18日に、 B5 で行われたドイツとの親善試合では77分にカシー・ジャストの交代でピッチに入り3度目の招集機会でスペイン代表デビューした89分にはトニ・クロースにミドルシュートで決勝点を決められこのデビュー戦は0から1で敗れたハイボールに強く守備陣より前でクロスを処理することも多いセービング技術に優れ反射神経や ローボールに対応できる柔軟性も持つ。ありがとうございます。